どうもガブリエルです。今日は横浜家系ラーメンの武道家さんに行ってきたのでお伝えいたします。早稲田駅から徒歩約2分ぐらいのところにありまして、近くには早稲田中学校高校や穴八幡宮などがあります。穴八幡宮は金運アップというのとあと虫封じで有名でございます。夜泣きが治らないとかそういうかお子様がいたら一つ祈祷はいかがでしょうか。そして今回こちらの横浜家系ラーメンの武道家さんに行ってまいりました。あのすするさんの YouTube を見てあこれ行かなあかんと思って行きまして、某月曜朝の開店前に行きまして、壁には多数の、まあ、キャリーパミパムさんとかも来られて絶賛されてるみたいですね。で、こちらが、食券なんですけど、このキャベチャっていうのが結構こちらのお店の有名なレシピになってるみたいで、これちょっと食べてみようかなっていうのと、あとはやはりこのチャーシュー麺ですね。チャーシュー麺とやっぱりほうれん草が増していこうかなと。で、まあなんていうんですかね、前情報ではすごいこう豚骨が前面に出た家系の中でも結構こう濃厚なスープが売りということで、こちらを期待して参りました。でこちらはまあラーメンライスのすすめということで書いてありますが、まあライスはお店の中にちょっと秋田米っていう米があったり、置いてあったりしたね。まあ、すごい粒がもうでかいです。一つ一つの粒が大きくて、でこれ家系ラーメンに合うように硬くなってますね。でこちらがキャベチャーでございまして、まあ、前菜というか、まあ、先に出してくださるんで、そちらにちょっとこう豆板醤とかニンニクとか生姜とかそういうのをかけてで食べたんですけど、すごいあっさりしてて、もうラーメンの前にこれは食べた方がいいなという感じですね。でライスは固め、まあ、この家系ラーメンスープに合うように固めになってるんじゃないかなという感じですね。着丼というところなんですけれども、これ見てください。この明らかに濃そうなスープ、そしてこのほうれん草のみずみずしさ、そしてこの韓国海苔だと思うんですけどね、韓国産の海苔っていうふうに置いてましたね。でチャーシューが、まあ、ちょっと小ぶりなんですけどねありますね。でこちらの麺、堺製麺、みんな大好き堺製麺ということで、もうツルツルな感じでしたね。ツルツルもっちりで、スープは本当に豚骨が全面に出てかなりコクがもう超ありまして、もう癖になるなと。でこの麺とのもう絡みもバッチリですし、もうほうれん草もしっとりしててもう新鮮で、チャーシューもですね本当に凝縮されて、味が凝縮されてジューシーな仕上がりになってましたね。で、まあ、味変もして、最後食べ、楽しみました。ありがとうございました。